こんにちは。はい、こんにちは。今日は、はい、国木田どっぽのなんかエピソードを教えてください。はい。はい、アイスクリームを食べてたって話とですね、それから雨男だったっていう、その2つの話をじゃあちょっと聞いていただけますでしょうか。どっぽはですね、茅ヶ崎の結核である南ポインというところに入院して、残念ながら亡くなってしまうんですね。でちょうどですね、亡くなった日、夕食も済ませ、そして夜8時頃でしょうか、看護師さんにアイスクリームが食べたいよ、持ってきてくれないって頼んだんだそうです。どっぽはですね、大変痩せてるんですが、大変な大食感でいろんなものを食べています。アイスクリームがきっと好きだったんでしょうかね。食後のアイスクリームということで、頼みました。看護師さんが用意している間に息が詰まると言って亡くなってしまったんだそうです。ですから最後の残念ながらアイスクリームは口にしていないんですね。もう一つ、雨に絡む話が大変多いんです。そのアイスクリームを残念ながら食べなかったんですが、亡くなった時は結構な雨が降っていたそうです。それから、数日後に東京で葬式があったんですけれども、その時は大雨が降って、大変な中で、お葬式を済ましているそうです。アイスクリームも好きだった、しかし雨にもたたられた一生だったのかもしれません。